グーテンタドイツの皆さん、こんにちは。ニーヤオートマタディレクターの横尾太郎です。今回本当はドイツに伺いたかったんですけれども、最近ちょっと肝臓が悪くて、そっちにちょっと必ずビールとソーセージを食べちゃうので、ビール禁止って言われてドイツには行けませんでした。ごめんなさい。その代わりですね、こちらの現地で頑張ってニーヤオートマタを制作しています。正直な話、そんな頑張ってはいないんですけれど、それなりに期待せずにお待ちいただければと思います。あ、そういえばスチーム版も出るみたいです。